こんばんばは今日は、えー、10月26日水曜日、今時刻はですね17時56分です。今日のマーケット解説をしていきます。えー、で昨日ですね、解説した、また流れ通りに、えー、なりましたね。はい、でまず、為替の方から見ていきたいんですけど、為替は昨日はあんま動いてなかったので、特に触れなかったんですけど、ドルがちょっと弱くなってきたなっていう。 流れですでこれユーロドルなんですけどえっ、ー、と冷やしを見るとこんな感じでこの貯金のまあ最高値ここですよねスイングハイですけどまあただこの高値をつけてから安値を更新してないので厳密に言うと、まあ、こことかこっちが主なその最高値というかスイングハイ っていう形になるんですけど、今そこをもう抜こうとしてるんですよね。冷やしはこれ今買いの状況になってきてます。はい。まあどこまで上がるかは全然わかんないんですけど、冷やしだけ見たらまあ結構強い状況ですよね。で1時間とか見るとこんな感じで綺麗にですねトレンドが今アップトレンドがユーロドルに関しては出てるとなのでドル売られてユーロ買われているっていう状況ですよね。 であとはドル円に関しては、えっと、円が買われてるとだからドルがやっぱちょっと弱くなった証ですよね弱くなってんだろうなっていう感じですねっていうのもユーロ他のクロス円見るとユーロ円とかは全然あの売られてないしポンドはむしろ強いうん対円に対してはもう今170円つけてますからねすごいですよね170円ってね本当うん っていう今状況ですよね、はい、なので、えー、やっぱりコモディティですよね。金が反応してますよね。で金は昨日、1時間のトレンドラインを上に抜けたら、これ、えー、上がるんじゃないかって、まあ、話したんですけど、まあ、そうですね実際上にブレイクして、戻して、今、結構上がってきてますよね。でここはね、僕、狙ってたんで、ロングしたんですけど、一発目はね、ロスカットになりましたね。で えとどこを狙ってたかというと、はい、ここを、これ朝のもう3時過ぎですけど、ここをロングしたんですよ。ああ、これまた継続かなと思って、そしたら、その後続かずずるずるとですね下げてきて、朝方、ロスカットになってました、はい。ただ、ここの、このやっぱり上昇ですよね、ここをまだ切ってきてないというか、生きてるので、ここのいが。 再び、こう上がってきたところで、えっと、ここですね。ここの戻しでロングしました。はい。ここの戻しでロングして、えー、ここですね。はい。で、えっと、この辺ですね。この辺まで。直近のレジスタンスの手前まで、えっと、引っ張ってリグりましたっていう感じですね。はい。とりあえずもうポジションを今は持ってません。で、今もその後も伸びていってる状況ですと。 これはちょっとね一回押してくれないと戻してくれないとロングまたできないので、えっと、再び戻しを待ってるんですけどやっぱ4時間見るとこ、ね、きれ麗なヘッ逆ヘッドショルダーになってるのと1時間でもちっちゃいヘッドショルダーがここでねこう形成されてるんですよね、はい、なので上げる気満々みたいな感じかなと、えー、思います で、どこまで上がるかっていうのは、まあ、直近のここのやっぱ、レジスタンスがね、あるんで、1686とか、千六1689あたりですよね。ここまではなんか全然いきそうな、うん、うん、形かなと思います。はい。で、冷やしはまだまだ上昇の幅、余力があるんですよね。えっと、ボリンジャーバンドの、まだミドルちょっと超えたぐらいなんで、冷やしはまだまだ上は、 空間があるから、伸びる、まだまだ伸びそうだなという印象ですで。原油なんですけど、こっちはね、ちょっとまだ、うん、上げそうで上げないんですよね。で今、下髭つけて、これ冷やしですけど、上げそうな感じにはなってるんですけど、まだ買うにはちょっと、早いかなと、個人的にはですよ、思ってます。やっぱね、ここの、そうですね、ここのレジスタンスをちょっと抜いてくれないと、 ま,あまだうん変えないかなっていうところなんですけどただ形的にはこの安値が切れ上がっていって上にこうダーンといきそうな形にはなってきてますよねなので5分足これ今変えましたけどこのレジスタンスの手前とかでこう下げずに定着して揉んでくれればそこで一回ロング入ってもいいかなと思ってますまあ損切りは近めにして。 えー、なので、今日のニューヨークですね、注目かなというところです。で最後、株価指数見ていきましょう。ね、株価指数、はい、は、なぜかですね、ナスダックが朝の5時に急落しまして、で今、じりじりと上げてるんですけど、まあ、ギャップをこれ、埋めたのかな、はい今日朝一でギャップダウンしたんですけど、あギャップ埋めて、こっからはまあちょっとよく分かんないですね、展開的には。ただまあ冷やし えー、4時間冷やしはまだ全然上を示してるので、うん、まだ安易には売れないかなという感じはしますよね。なので、えっと、この1回下げてきた、この今の流れを、これですよね、もう一回ここ埋めに来るかっていう展開をニューヨークで見ていきたいかなと、うん、思います。もう1回この高,まで高値までのこのギャップを埋めれるかですよね。埋めれずにやっぱ下げてきちゃうんだったら、 ちょっと弱いので、売りを探していくという展開ですかね。えー、はい。えー、ということでそんな感じです。で、今日のワンポイントティップスなんですけど、昨日のですね、えー、動画では待つことの大切さっていう話をしたんですけど、今日はね、待つことに関してもう一歩ちょっと踏み込んでお話をしたいんですね。で、待つっていうこと、言葉ですよね。っていうのは、日本語でもうちょっと深掘りすると、間が、 釣り合う時間っていう風にも言えるんですよね。まあツーですよね。まが釣り合う時間。間が釣り合う時間って何なのってことなんですけど、自分の心、この待ってる間、トレードのエントリーを待ってる間っていうのは、これ結構ね、この待ってる時間こそが実は重要で、その時に自分のこう感情とか心がどういう状態かっていうのが、トレード、実際エントリー取るときにすごい影響してくるんですよね。やっぱ待ってる時にすごいこう焦ってたりとか、 心がノイジーな状態だったら、やっぱりこうチャンスをちゃんと見れなかったりとか、えー、エントリーした後も、こう、損切りとか利食いがちゃんとできなかったりとかするんですけど、待ってる間に自分の心、内側を整えていく時間にしてみてほしいなと、えー、思うんですね。その待ってる時間っていうの。ただ単純になんか YouTube 見たりとか、えー、なんか音楽聴いたりとか、なんか適当になんかニュース見てたりとかっていうのではなくて、 えー、例えば、自分のトレードのデスクを掃除する、きれいに、物を上に置かないように、えー、埃がついてたら埃を拭いたりとか、きれいに掃除したりとか、あとは僕だったらね、最近お線香を焚いたりとか、えっと、ろうそくをデスクの上に置いたりとか、えー、してます。はい。整えたりとか、えー、やってます。はい。そうやって、自分自身の,この内面を整えていい状態にしていくために、その待つ時間を、 使ううっていう考え方ですよねでそうやって自分のこう感覚がこう洗練されていって内面が整っていったら感覚も研ぎ澄まされていってその直感も働くようになるので、えっと、トレードもよりこうチャンスが見えるようになってきたりとか、えー、実際にチャンス来た時にこう怖がらずに、えー、本当に瞬間的に迷わずにエントリーすることができるようになったりとか損切りになっても自分の心がこう安定してるれない。 えー、いちいちそれで落ち込んだりとかしないっていうところにつながってくるのでぜひ待ってる時間を有効活用してええー、場を整えたり、えー、空間をね、えー、線香でいい香りで満たしたりとか、えー、そんなふうにちょっと使ってみてもらえたらなと思います。